テレ東ビズ。2021年12月に日本旅行業協会のトップに就任した JTB の高橋博之会長は、就任後初めての記者会見を開きました。この中で高橋会長は、前任の菊間潤吾氏が代表取締役会長を務めていた旅行代理店ワールド航空サービスによる雇用調整助成金の不正受給問題について遺憾の意を示しました。業界の信用を失墜させるような事態が起こったことにつきましては、誠に遺憾であり、大変重く受け止めております。また HIS を含め業界で不正が相次いだことを受け、全会員企業を対象に法令遵守に関する実態調査をしていると説明しました。